無人航空機 UAV は、敵情を解明するための敵情偵察、敵情監視に使用されるとともに、攻撃成果の確認に使用されているよね。そんな UAV は今や攻撃兵器として使われるようになったな。ロシアとウクライナの戦いでは大活躍だったもんね。そうだね。さて今回は、ウクライナロシア戦争における攻撃型ドローンの戦闘について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロシアは2022年2月24日にウクライナ侵攻を開始し、この戦争における、UAV バイラクタル TB に最大の成果は、4月13、14日夜のロシアのミサイル巡洋艦モスクワ撃沈に協力したことだね。ウクライナ当局者は、モスクワを撃沈した沿岸警備隊の、ネプチューンミサイルは他の機器によって支援されたと発表されているよ。ウクライナの新聞ラプーシャに掲載された負傷ロシア水兵の話では、衝撃は左側にあった。艦はウクライナのバイラクタル TB に2機を取られていた。当初バイラクタル TB2 がレーダーを攻撃し、レーダーが戦線離脱した。その後ネプチューンの攻撃を受けた。と話しているみたい。ターゲットの識別を実施し、その座標をネプチューンコンプレックスに送信したこともバイラクタル TB2 の大きな成果だね。2022年4月19日にウクライナ参謀本部が発表したロシア軍の2月24日から4月19日までの損失は、人員約2万800名、戦車802台、装甲戦闘車2063台、砲システム386ユニット、多連装ロケット132台、防空手段67ユニット、航空機169機、ヘリコプター150機、自動車1495台、艦艇ボート8隻、燃料及び潤滑油タンク76機、作戦戦術 UAV158機、特殊装置27ユニット、作戦戦術、戦術ロケット発射機4台、計5537台となっているよ。オリークススピオンコップ .com は公開されている写真やビデオのデータから画像を収集し、逐次更新して2022年におけるロシアのウクライナ侵攻に際する機材損失に関する記録を発表しているんだけど、2022年4月26日時点では、ロシアはウクライナ侵略で3200機の兵器を失っているんだって。そのうち、撃滅されたもの1695機、損傷を受けたもの55機、放棄したもの259機、露獲されたもの1189機となっていて、撃滅されたもの1695機、損傷を受けたもの55機の合計は、1750機だね。このうちバイラクタル TB2 によって撃滅または損傷を受けたものは60機で、撃滅または損傷全体の3であり、全損失の2がバイラクタル TB2 によるものなんだ。多くの兵器がバイラクタルによって破壊されているんだね。ウクライナ参謀本部が発表したロシアの全損失、5537台の 2% を、バイラクタル TB2 によるものと仮定した場合、バイラクタル TB2 は110台を撃破したと推定できるよ。しかし、バイラクタル TB2 の成果が写真などで全て公開されているわけはないだろうから、以下の具体例からするとバイラクタル TB2 による成果はさらに多いものと推測されるぜ。戦車、装甲戦闘車は近接戦闘部隊であるから損耗も大きいだろうが、火砲は通常後方から射撃するから、ウクライナ参謀本部発表のロシアの方、多連装ロケット発射機の損耗が計518台であり、空中から発見され、ミサイルを撃ち込まれた可能性があるぜ。ドローンが火砲にとっては、重大な脅威となっていて、ドローンが、戦い方を変えたと言っても過言ではないかもしれないね。2022年2月28日の報道では、バイラクタル TB には、高射ミサイル発射機ブク及びミサイル運搬車両兼発射機 QA316 を撃破しているよ。ブクは当然対空レーダーを備えているんだ。撃破されたってことは、ブクのレーダーはバイラクタル TB2 を見つけきれなかったのかな。またバイラクタル TB2 は、自走式対空ミサイル砲システムパンチルを攻撃していて、2月28日バイラクタル TB2 は、ブクと燃料及び潤滑油積載の鉄道貨車を破壊しているよ。スームイ州軍民行政官ドミトリー・ジビツキーが Facebook で語ったところでは、ウクライナ軍は3月1日夕方、スームイ州ウクライナ北東部で、バイラクタル TB2 の支援を受けて、複数の多連装ロケットランチャーグラドを含むロシアの約180台の車両を破壊し、ロームニ地区のプストビテフカ村の近くで約80台の停車車両を撃滅し、その半分は40連装 122mm ロケット発射機 BM21 グラドだったということ。また、ビシキンの村の近くでは、主に戦車や装甲兵員輸送車を中心に約100台を撃滅したと述べているみたい。バイラクタル TB には、セバストポリの北北西 250km のチョルノバイエフカ空港近くで敵装備を繰り返し破壊しており、大統領府のオレクシー・アレストビッチ長官顧問は、飛行場への攻撃が9回成功したと話していたようだね。
この攻撃はロシア軍撃滅の象徴となっており、この空港はロシアにとってみれば、ドニエプル川を渡ってウクライナ西部を攻撃するための足がかりとして重要な位置にあるぜ。ロシア軍は破壊された直後に飛行場に新しい装備を搬入しているな。2022年3月10日ウクライナ軍は、動いているロシアの装甲車をバイラクタル TB2 で撃滅していて、そのビデオには、この UAV の弾が道路沿いのロシア軍車両に正確に当たったことを示しているんだ。撃滅したのはおそらく BMD2 の打撃で爆発し、バラバラになって飛び散り、このビデオはウクライナ海軍によって公開されているね。ウクライナ軍最高司令官バレリー・ザルジニが発表したところでは、2022年3月11日、キーフ州のマカリフ近くで、ウクライナの守備隊が、バイラクタル TB2 を使用して敵式場撃滅し、2つの重要目標を精密爆弾で撃滅したみたい。1つ目は敵の式場で、2番目の目標は同じ位置にある電子戦ステーションだったとのこと。電子戦ステーションは無人機に対し式場援護するためのもので、この時もバイラクタル TB には電子戦の影響を受けていないらしいよ。ちなみに、ウクライナは全面戦争前の2021年10月バイラクタル TB2 を初めて使用しており、ロシアの榴弾砲を破壊したのはこの UAV で、ウクライナの陣地に深刻な損害を与えているぜ。現在ウクライナに配備されている TB2 ドローンの正確な数は不明だけど、これまでのところ、ウクライナは、バイラクタル TB2 を使用しており、戦争の初め時点で軍隊が自由に使えるものは36機だったみたい。また別の資料では戦争が始まった時、契約の下で受け取るはずだった5個セットのバイラクタル TB2 のうち、2個セットしか持っておらず、つまり12のドローンと4つの操縦ステーションだけとなっていたんだ。2018年11月の最初の契約ではバイラクタル TB22 機と操縦ステーション3機が発注され、最初の納入セットは2019年3月にウクライナに到着し、ウクライナ海軍が受領し、その構成はバイラクタル TB26 機、操縦ステーション3機、数百の MAMLスマートミクロマナーションミサイルと訓練など、2021年国防省の要請で1個コンプレックスが購入されており、ウクライナ海軍は2021年7月15日、いくつかの無人機と操縦ステーションからなる、戦術的及び技術的特性が向上した別のバイラクタル TB2 を受領しているよ。トルコの会社バイカルはウクライナ海軍にこのバイラクタル TB2 を予定より大幅に前倒しして引き渡しており、さらに2021年9月、ウクライナ軍最高司令官バレリー・ザルジニ中将は、バイラクタル TB2 を4個セット購入すると発表し、ディフェンスエクスプレスによると、2022年にウクライナ軍はさらに2または3個セットのバイラクタル TB2 を受け取る可能性があるとしているね。2022年3月4日と3月9日、ウクライナの AN-124UR80000、2072が、トルコのテキルダーチョルル空港を離陸し、ポーランドのウクライナ国境にある、ジェシフジャションカ空港にバイラクタル TB2 の新しい納入セットを配送したんだ。3月10日ウクライナのオレクシー・レズニコフ国防相は今月初め、正確な数は明らかにしないまま、キーフがさらに TB2 攻撃無人機を受け取ったと発表したね。以前発表された計画を考慮すると、ウクライナは少なくともあと6機のドローンを受け取った可能性があるな。ウクライナ軍のためのバイラクタル TB2 のさらなる購入に関して、最高司令官は、モデルやメーカーを特定せずに、国産の UAV を受け取る意向を表明しており、これはトルコとウクライナがウクライナで新型の UAV を製造することを示しているんだ。ウクライナのエンジンを搭載したバイラクタルは、第5世代戦闘機よりもパイロットを失うリスクもなく効率的になりますとの報道もあるね。ちなみにポーランドはバイラクタル TB2 の在庫を持っており、ウクライナに移転される可能性もあるぜ。米国防総省は2022年4月6日、ロシアからの侵攻を受けているウクライナに対し、自爆型ドローンスイッチブレードを100機提供したことを明らかにしているよ。バイラクタルという名前は、トルコ語で機種で、バイラクタル TB2 は、オペレーターの操縦でも、単独ででも操縦可能で、偵察、監視、敵地攻撃などに利用できるもので、レーザー誘導式 MAM を搭載し、目標を撃破できるんだ。バイラクタル TB2 はチュルクサット衛星を介し、双方向の通信によってリアルタイムの操縦が行え、地上には移動式の操縦ステーションが設置され、バイラクタル TB2 と組み合わされ、全体が一つのシステムとして機能しており、砲兵の遮断観測にも使用できるみたい。バイラクタル TB2 は、基地の多くのドローンよりも高度なソフトウェアと制御システムを備えているぜ。また、複数のカメラと監視システムが搭載されており、効果的な偵察が可能だ。当然対戦車ミサイル及び航空爆弾を搭載することもできるな。初舷は、長さ 6.5 メートル、高さ 2.2 メートル、翼長12メートル、最大離陸重量650キログラム。
搭載量 55kg、最高速度 222kmph、式所からの通信半径 150km、アップグレードバージョンでは 300km 以内、上昇限度 8200m、航続時間27時間、燃料300リットルガソリン、操作員地上操縦ステーション員3名だね。一機のバイラクタル TB には、2発の誘導対戦車ミサイル UMTAS レーザー誘導で射距離 0.5 から 8km、またはトルコの国営企業であるロケット3の4発の精密爆弾の MAMC、母属または MAML、移動及び静止目標射撃可能で、射距離 8km を運ぶことができるんだって。バイラクタル TB には昼夜問わず攻撃できる点も強みだな。バイラクタル TB には蒸気初限だけではなく、もう一つの重要な強みがあり、バイラクタル TB にはレーダー反射面積が小さいためロシアのレーダーには見えないだけでなく、長年の訓練のおかげで意図的にそれらをバイパスするんだ。バイラクタル TB に2脅威となる敵レーダーの位置が特定できれば、その地域の優れたデジタル地図を持っているため、レーダーでバイラクタル TB にを見える場所と見えない場所を予測できるってわけ。地形によって、レーダーカバレッジエリアは綺麗な円ではなく、地形や潜在的な障害物に応じて、カバレッジエリアは変わるんだ。つまり、バイラクタル TB には、レーダーの隙間を通って標的に飛ぶってわけだ。このシステムの最も重要な部分は、統合された防空手段をバイパスするドローンの飛行経路を設定するための、デジタルマッピングミッションプランニングソフトウェアだね。トルコの無人航空機は、リビア、シリア、アルメニアで、ロシアの防空に対抗して、5年間運用されているんだ。そのような任務を計画するためのこの組み上げられたソフトウェアはすべて、今やバイラクタル TB2 と共にウクライナに送られているってわけ。アメリカの軍事専門家トレント・テレンコによれば、トルコが作戦中に学ぶデジタル教訓は、正確で、安価に、そして無制限の量でコピーすることができます。学んだ教訓は絶え間なく更新され、ほぼ完璧なデジタル複製こそが、ハイテク無人機戦争の本当の脅威です。まさにウクライナ軍が今、ロシア軍で実証していることですと彼は付け加えたよ。もう一つ大事なことがあり、それは衛星通信によるデータリンクだね。ロシア軍は80年代から電子戦を戦闘支援ではなく戦闘に位置づけて強化しているんだ。戦場の通信環境は不安定だろうからね。ウクライナ軍は、偵察部隊がドローンで集めた情報を、攻撃部隊と素早く共有し、戦果を上げているとされているんだ。それを可能にしているのが、アメリカのスペース X 社の衛星インターネットサービススターリンクというもの。高度550キロの低軌道にある2000基以上の衛星が地球を回り通信を維持しており、この衛星は、攻撃することが容易ではなく、ロシア軍も手が出せないってわけ。デジタル転換大臣ミハイロ・フェドロフ氏が、ウクライナに、スターリンクを提供してくださいとツイッターに投稿し、スペース X 社のイーロン・マスク氏がすぐさまこれに応じ、わずか10時間後には、ウクライナは強固なインターネット環境を使えるようになっているみたい。ロシア軍は衛星への電波妨害がうまくいっていない。それがスターリンクの強さかもしれないな。余談だが、ロシア国防省は開戦4日間で9機のバイラクタル TB2 を撃墜したと発表しているぜ。3月13日9時32分、ハリコフ州のベセリエ地区で、高射ミサイルトルのロシア軍第6軍の防空部隊は、高度3200メートルで偵察に出されたロシアの UAV を撃墜したみたい。ロシアの防空部隊は、ウクライナのバイラクタル TB2 を撃破したと指導部に報告していて、ロシアは UAV 消失の原因調査の結果、自軍の防空システムによって撃墜したと証明されたんだけど、軍司令部はこの情報を隠すことにしたとのこと。またウクライナではバイラクタル TB2 の歌もできていて、巡洋艦モスクワを撃沈したウクライナの沿岸警備隊員は切手になっているんだって。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。